エレーナイシンバエは、エレーナイシンバエは、1982年6月3日イは、ロシアボルノグラード出身の陸上競技選手。2004年アテネオリンピック、2008年北京オリンピックの女子棒高跳びの金メダリスト。女子棒高跳びの屋外の世界記録保持者。棒高跳びのポールは右利き持ちだが、それ以外はすべて左利き。趣味は、イルカの置物を集めること。 2005年に棒高跳びで女性では不可能と言われていた5メートルの壁を初めて突破した選手である。世界記録保持者の超人セルゲイブブカに習い、世界記録を1センチメートルずつ更新することで多数の世界新記録樹立してきたことから、2005年世界選手権では TBS によりワールドレコードアーティストというキャッチフレーズをつけられた。2013年8月現在、 世界記録を28回、屋外15回、室内13回更新している。練習で飛べるのは最高5メートル11センチメートル。しかし本人曰く、練習では試合のようなアドレナリンは出ない。大会では他の選手が飛んでいる間に自分で用意したマットの上に寝そべってタオルを顔にかけている姿がよく見られる。北京オリンピックトゥデイ日本テレビで。 アカシアさんまから、あの、樽の中では何をしているのかと質問された際は、エネルギーを貯めていると答えていた。イルカ好きが高じて、イルカグッズを集めるようになり、いつか一緒に泳ぐことも夢見ているという。本業は、鉄道警備部隊の兵士で、5メートルを飛んだ後に、上級注意に特進したという。また陸上競技会屈指の美人としても有名である。婚で、一の母。 配偶者は、槍投げ選手のニキタパトノーブ。3歳から15歳までの12年間、機械体操を習っていた。しかし身長が伸びすぎてしまい、15歳の時、コーチの勧めに従って、棒高跳びに転校する。はじめは、転校を心よく思っていなかった。1998年、世界ジュニア選手権で3.90メートルを飛び9位。 翌年の世界ユース選手権では4 1 0ルをクリア、金メダルを獲得した。2000年、4 2 0ルのジュニア世界新記録をマークし、18歳でシドニーオリンピックに出場を果たすが、予選落ちに終わる。2001年、ヨーロッパジュニア選手権で金メダルを、翌2002年にはヨーロッパ選手権で銀メダルをそれぞれ獲得。2003年、 イギリスで4.82メートルの世界新記録をマークしたイシンバエワは世界記録保持者としてフランス・パリで開催された世界選手権に臨んだが同じロシア出身のスベトラーナ・フェオファノラに敗れ3位に終わった。2004年アテネオリンピックに出場前年の世界選手権で敗れたフェオファノラと壮絶な一騎打ちを演じ 一時は窮地に追い込まれるものの見事4.91メートルの世界新記録を樹立し、金メダルを獲得。昨年の雪辱を果たした。2005年7月22日、ロンドングランプリで女性としては初めて5.00メートルの跳躍に成功。フィンランドヘルシンキで開催された世界選手権で5.01メートルの跳躍に成功し、 世界陸上で初の金メダルを獲得。2006年は自己記録の更新こそならなかったもののヨーロッパ選手権などで金メダルを獲得している。2007年8月に大阪で開催された世界選手権に出場し2大会連続で金メダルを獲得。世界陸上で通算2個目の金メダル。2008年北京オリンピックに出場。今季 4メートル92センチメートルをマークし、神聖と騒がれていたアメリカのジェニファー・スタチンスキとの一気打ちを4メートル85センチメートルで決着させた。3度目の挑戦で世界新記録の5メートル05センチメートルをクリアし、金メダルを獲得。2009年8月の世界選手権ではまさかの記録なしに終わった。しかし直後の中立被告祭では五メートル零六 センチメートルの世界新をマークして優勝した。2011年8月の世界選手権では4メートル65の記録で6位に終わっている。2012年2月ストックホルムの室内競技会において自身の持っていた世界室内記録を1センチメートル上回る5メートル01をクリアさせた。この記録は2013年3月にジェニファー・サーが5メートル02を飛ぶまで 室内の世界記であった。8月のロンドンゴーリンでは3連覇がかかっていたが、4メートル70の記録で3位に終わった。2013年8月13日、世界陸上モスクワ大会の棒高跳び決勝で4メートル89を飛び、金メダルを獲得した。世界陸上で獲得した金メダルは通算3個目。2009年のベルリン。 2011年のテグト2大会連続でメダルを逃しているので世界陸上でのメダル獲得は2007年の大阪以来3大会ぶり世界王者は2008年北京オリンピック以来となり母国ロシアのモスクワで開催された大会で復活を遂げた決勝では自身の持つ世界記録5メートル06の更新と29度目の世界記録更新を目指し5メートル07に 挑戦したが、記録更新はならなかった。今大会終了後に、子作りのために18ヶ月の休養に入り、2016年、リオデジャネイロオリンピックでの復帰を目指すことを明らかにした。出産後のブランクが心配されたが、6月20日に、ロシア選考会で4メートル50センチメートルをクリアして基準は満たした。笑顔で取材に応じたものの、いつわでは参加しないと、 改めて、ロシア国籍で出場すること協調。これを受け IOC トーマスバッハ会長は、ドーピングチェックで、陰性のロシア選手は、ロシア機で良いとコメントしており、維新映えはガボリンに参加する、可能性が出てきた。しかし、原則としては、ロシア陸上選手団が出場が認められなくなった、裁定を受けて、偽の金メダルでも取れば良いとインスタグラムに投稿した。その後、正式に、 リオ五輪出場を断念した。引退後は IOC の選手委員として任命されている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。